今ナフコでこれ買ったんですよ。これボディクリーンプロタイヤ&レザー1リッター、これめっちゃお得よ。多分これだと思う。山ちゃん今電話したいけど、クリーンビューって書いてますか、からパッと見たらね、1年ケミカルって書いてるから違うなと思って、よう見たらでもこれクリーンビューって書いてるわ。これ多分入れ物が変わったんやろね、多分グレーの入れ物って言ってたからね。これがなんかね、このプラスチックのこういった部分に塗るとめっちゃよみがえって綺麗になるらしいですよ。これお得、1380円税込みだったかな、多分。ナフコでナプコン、さあこれを帰って試してみようかな。いや帰ってちょっと違うことせなあかん。よし、帰ったらなんか出てぐちゃぐちゃなっとっちゃうよこれ。お、まだあるな、ハットスカー、ハットスカー。しかしスクーター楽やなこれ。お、結構ちょっとこの前寄りのシートやねこれ。なんか後ろに座ろうと思っても前にズリンズリンってずれてくる。あら、引っかかっちゃった。いやー、しかし面白いな、スクーターもちょっと乗るだけだな、どっちから来るのこれ、どっちから来るの、左やな、多分。え、右か、いや、左やな。左、あー、来た。左。えらい早くからこれカン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 なるな、これ。来た。これは何でしょう。普通のやな、よしよし。もう楽ちんやな、これ。はい、やっと帰ってきましたよ。犬のうんこが落ちとるからな、これ踏まんようにせな、よいしょっと。ちょっとしたツーリングになったな。プチツーリング、よいしょ。帰ってきたぞ、行った。よし、スーパーバイク、面白いね。これ二人乗りできるんかいな、これ。なんか二人乗りできるのかいな、これ。どうなん。うわ、乗りにく。足がやっぱりちょっときついな。いけるか。
バイク仲間 の, あの山ちゃんにこういったプラスチックの、これ入っとんかな、これこういったプラスチック の, 保護剤、保護剤っていうか復活剤ですね、これはちょっと聞いたんで、ちょっと買ってみました。今まではね、このこれ何やこれ、プラスチック光沢復活剤、ちょっとなんか容器がべちゃべちゃするな、これ漏れてるんちゃうかな、ラベンのこれだったんですけど、これちょっといいのはいいんですけど、困ったことにスプレー式なんで、かけたくないところにまで飛んじゃうんですよ。で、スポンジにつけたりウエスにつけて塗るタイプ、これがピンポイントで狙ったところを塗れるから、これがいいって聞いたんでこれにしました。しかもね、この量がね、なんと1リッター入ってて、お得です。で、1380円消費税込みでめっちゃお得ね。こんな入ってる、これたっぷんたっぷん、どれぐらい持つかわかんないですけど、で試しに今日ちょっと台車で借りてきたこのシグナス X ですね。これちょうどね、見てください、いい具合にこうね、これガザガザほらガザガザですよ。これが果たしてどうなるのか、ちょっと試しにやってみたいと思います。はい、いい見本ができました。これは直んないのかな、じゃあちょっとやってみますよ。じゃあこれちょっとキャップ開けてみます。わ、そのままですね、これそのまま、これをじゃあつけて、結構ドロッと出るな、これこうか、これいいのかな、これこんなに変わってるかな、ちょっと分かんないです。一回じゃ分かんないかな、これ。そんなに目に見えては変わってるような、洗剤焼きしてるのかな、これ。洗剤焼きしてるのかな、これ。なんかあんま変わったんじゃないけどな。ここのプラスチックは塗ったらよくわかる、塗った時に明らかにこう綺麗になってるのが、ほら、こういう具合に、こういうちょっとプラスチックがいいかな、よく分からんけど、ほら、すごいこれ綺麗になる、ほら、マジですごい、
効果満点。試しにここだけこのラベンこいつでやってみましょうかね。試しにね、はい、ちょっとスポンジはボロボロですけどこれで伸ばします。やっぱりこのちょっと焼けてるのかな、洗剤で。つる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 。どうですか。はい、じゃあちょっと10分以上経ったんでウエスでちょっとざっと拭いてみますね。こんな感じかな。多少きれいになったかな。こういうちょっと焼けの少ないところは一発で綺麗になるんですけど、こういう焼けの激しいところはラベンでもさっきのクリンビューでもそう変わりがないですね。まあツルツルして多少光沢は出たかな、うん、こんなもんですかね、うん、